ABC。 おーし、シーマンやるぞ、シーマン。あれ、あー、シティエース。最近ですね、実家に戻りまして、ドリームキャストのゲームを、ね、だいぶ、回収してまいりました。ぐるぐる温泉、ファイヤープロレスリング、キングオブファイター、カプコンバーサー SNK、ストリートファイター3、クレイジータクシーに、ソニックアドベンチャーに、ルーマニア203、そしてジェットセットラジオ、シェンムーなどなどですね。あとグランディア2もそうか、というふうにですね、いろいろ、また、できそうなゲームを、回収してまいりましたので、とりあえず、もう少しシーマン様子を見たら、またちょっと違うシリーズ。こんばんは。はい、こんばんは。ようこそムッシュガゼの実験室。はい、あ、やべ、おしまってやって。最近はいつもこの時間帯ですね。音小さかった。音小さかった。前回、はい、廃魚の足は完全に成熟しました。してました、してました。サナギがガに羽化する瞬間を、あなたはご覧になりましたか？ちょうどね、見ましたよ。5分ぐらい。もしまだご覧になっていないのでしたら、はい、次の機会にはぜひお見逃しなく。わかりました、うん、今現在、はい、この育成環境の中には、育成環境の中には廃魚が2匹います。寒さで苦しんでいます。ですよね。ヒーターで温度を上げてあげましょう。寒さもさることながら、それでは飯をね、食わしてないんですよ、前回。ご案内いたしましょう。前回ね、結局、飯がなかったんで、飯を食わしてないで終わったんで、今回もう死んでるまでありますよ、ワンちゃん。これ、どうするんだろう、ここから先。ご飯が取れない限りね、どうしようもないので、とりあえずはまあ環境を整えるとこカットで、いい加減にしないと、いい加減にしないといけないですね、本当にね。もうだいぶ成熟しましたけど、だいぶ成熟しましたが、餌がない状態でございます。はい、じゃあちょっと餌の方見に行ってみましょう。さあ餌の方見に来た。おそらく今日ここでスプレーバーバーかけとけば、前回恐ろしいことに、ガをそのまま食わせようっていう、世にも恐ろしい光景になるかと思いきや、ガはそのまま死んだと、もう一番残酷な結果で終わってしまいましたが、まあ、とりあえず、うん、恐ろしいことに、もうこいつに頼るしかなくなったわけですよ。はい。こいつになんとか成虫になってもらい、で成虫になってもらったら卵を産んでもらい、で卵を産んでもらったら、多分おそらく幼虫が生まれてくるんじゃないかなといったところ。うん、あ、来たんじゃないですか。あ、来た来ましたね。はい、さあここから成虫になるんですけども、成虫になるところを一時見てたらもう話にならないんで、とりあえずカットしたいと思います。いいぞ、8連鎖いった。調子いい。このままいけばノーコンでクリアできるな。アテナ濃昏できなかったな。結局2回ほど死んでしまいましたね。いやー、ホルスの16バイパーもここまでか。いや、まだ諦めるのは早っと。来ましたよ。はい、これとりあえずガになった。ガになりました。うん。ガになっただけだな、とりあえず。うん。ガになったので、
これはダメなんだっけ、これ食べれないっけ、これ食べれない、これみんな食べれないですか。お前には俺を養う義務ってもんがある。いやーマジなんかどっか飯ないっけ飯。あ、これ手前にも引けんじゃん、これ餌ぐらい入れろってんだよ、腹減ってんだから。あ、これ手前に引けんのか。奥にも行けろ。言っとくけどもうそろそろ餓死するぞ俺。いやまずいよな、お前俺を餓死させる気だな。まずいわマジで。なんかお前は飯というあれがないんだよな他には。ダメですな、ダメですね。なんてことだった。やべえな、まあ、とりあえず、今日もうこれ以上どうすることもできないんで、また全然進みませんが今日はこれぐらいで、はい、次回シーマンシス。ではでは。